オラブエノスタルです。ミステルカカオです。今日はスカイハイドスミルっていう2000年に CMLL ジャパンが行ったシリーズの話をしようかなと思います。前年のですね、1999年8月ミルマスカラス選手が初めて参戦しまして、客層客入りなどが若干変わりました。99年はですね、8月のシリーズが盛況で、その後秋にもやったんですけど、これがまたちょっと趣向を変えた大会でして、でそちらの方は不入りでした、残念ながら。はい、2000年に入ったあたりで雑誌に載ってたのか、雑誌の記者さんからか、もしくはマスカラスさんのお付きの方からか分かんないですけど、どうやら引退しそうだという話がありました。政界に出ていくというような話が多分雑誌にも載ったと思うんですね、インタビューで。それを受けて、辞められるのであればカウントダウンしようということで、2000年にはファイナルカウントダウンシリーズというものもやりました。その後ですね、それが2月頃だと思うんですけども、これが2000年夏、7月29日の愛知県津江橋スポーツセンターを皮切りに、翌30日が京都 KBS ホール、31日が大阪 IMP ホール、8月2日がですね、静岡県のアクトシティ浜松ですね、浜松駅前にありますが、そちらでやりました。東京に移りまして、8月4日後楽園ホールで、8月6日最終戦は、これはね、横浜のランドマークホールという会場を借りました。でここはおそらくプロレスはこれ最初で最後だったような気もします。プロレスをやるようなっていうか、プロレスに貸してくれるようなホールではないホールでした。はい、これミルマスカラスさん出るということで、特別におそらく許可していただいたと思います。かなりリング設置の際の養生ですね、床を傷つけない装置とかですね、振動その他かなり気を使って行った記憶があります。ランドマークホールですね、はい、これは思い出深いですね。この6試合行ったんですけども、これの前年の夏ですね、1999年の夏、スカイハイレジェンドシリーズ、こちらの方で幻のカードみたいなものがありまして、それは何かというと、99年の夏マスカラさんが来るということで、あるマスコミの関係者の方がですね、ハヤブサ選手を出さないかという話があったんですね。 FMW の選手に関しては、もう92年93年あたりからですね、コスチュームをよく作ってました。ターザン後藤選手、ガンノスケ選手、バトレンジャー選手などですね、コスチュームとかマスクとかいろいろ作ってました。興行に関しては一切そのお付き合いなかったというか、そういうお話はしたことがなくて、当時の新井社長とも面識はなかったんですね。で、マスコミの方からの紹介 で一度お話をしてみればということで、多分いけると思うからって言われるので、じゃあどこかでマスカラスはやぶさ組というのを、自分がのマッチメーカーなのでどこでも組めると。第一候補が上がったのは名古屋でしたね、99年名古屋、はい、こちらでできるもんなら組もうかという話をしていて、FMW の当時の新井社長、新井さんとお話をして、どうですかっていう話だったんですけども、タイミングが悪くてですね、 FMW さんの中の組織の体制がちょっと変わろうとしていたのか、もしくはその早部選手のキャラクター云々の問題だったのか、ちょっと今思い出せないですね。はい、ハヤブサ選手とメキシコで何度かお会いしてますね。はい、ペンションアミーゴだったかな、あれな、コリセオでも試合は結構見てましたね。はい、先方の事情で参戦はなくなったんですけども、その名古屋大会はマスカラスハヤブサ組っていうのは幻に終わりましたね。結局名古屋大会というか、そのシリーズは後の大阪プロレス勢ですね、そのあたりが出場されましたね。でこの2000年に関しても夏ですね、このスカイハイドスミルシリーズ、このシリーズに関してもちょっと幻のカードというのがあっ
てファイナルカウントダウンで夏のシリーズ、ミルマスカラスの夏ということで、マスカラスドスカラスに対する強いルードヒールの選手を当てようということで考えていたカードがあります。でこちらはですね、ブッチャーピエロジュニア組、これがやりたかったんですね。たまたまですね、まあ一般の方なんでエッチさんって言いますけど、顔見知りだったエッチさんっていう方からですね、ブッチャーと話しませんかっていう話ですね。2000年の夏シリーズの数ヶ月前ですかね、大阪府立体育館近くのハードロックカフェだったと思いますね。ハードロックカフェでそのエッチ氏とですね、ブッチャーさんとですね、アブドラゼブッチャーですけど、と自分と3人でお話ししたことがあります。で夏のシリーズ、マスカラスドスカラスチームと対戦していただけませんかというお話でした。参戦条件、移動のこと、ホテルのこと、ギャランティーのことなど、ブッチャーさんとお話ししましたね。まあその HC を通じてですね。で、返事は良かったんです。すごく紳士的な感じで全て OK していただいてですね、まああとは CMLL の方からはピエロジュニアを借りればいいかなっていう、もうこれルールが揃ったなっていう。で夏はこれを核にですね、2000年のスカイハイドスミルシリーズやると思ってたんですけども、これはですねマスカラスさんの方から NG が出ましたね。まあ、理由は分かりません。はい、まあうちがやってきたそのルチャリブレの試合とはまた違った展開になるんじゃないかというのは逆に自分は面白そうかなと思ったんですけども、マスカラさんの考えはまた違ったかもしれないですね。でまあもうこの一言でこれは却下になってですね、この夏のシリーズはまた一から組み直しと考え直しということになりました。で結局このシリーズはですね、ミルマスカラス、ドスカラス、アトランティスですね、スタルマン、ティグレブランコ、リッキーマルビンですね、であとタルサンボーイ、テクニコはあと私が入りました、ミステルカカオデビュー戦ということで、7月29日の露橋スポーツセンターでデビュー戦を行いました。デビュー戦にあたってタルサンボーイリッキーマルビンと私ミステルカカオ、まあ3人トリオエアブリッツということで、当時ですね全日本プロレス中継が終わってコロッセオっていう番組が始まったあたりで、結構このエアブリッツっていうチーム名もその番組で募集してつけていただいたりですね、結構お世話になった記憶があります。相手ルードですね、これが、まあ、一番上から言いますとピラタモルガンですね、グランマルクスジュニア、アルカンヘルデラムエルテ、ビールス、フェルサゲレーラ、キンバー、フガスですね。もうすごいルードです。こちらもピエロとですねブッチャ組っていうのがですね消えた代わりにですね、もうすごいルードを大投入したと。この回まあ目玉はフェルサゲレーラとピラタモルガン。フェルサゲレーラに関しては、まあ、アトランティスさんがいたのでアトランティスさんとぜひやってほしかった、シングルも見たかったんで、ツイハイスポーツセンターでアトランティスさんとフェルサゲレーラは試合をシングルでします。あとですねタルサンボーイ、リッキーマルビン、このあたりはですねまだあの若い選手でした。マルビンに関しては最終戦にビールスとですね CMLL ジャパンのスーパーライト級の王座をめぐってタイトルマッチをやってます。このベルトは CMLL ジャパンのスーパーライト級ですね、99年から始動したわけですけども、こちらのベルトはですね名前が変わって、まあ、現在も使用されております。はい、日本にも来てますよ、ケール級の選手がですね巻いて来日した際は日本でも未だに防衛戦が行われています。はい、懐かしいベルトですね。このシリーズ女子の方も出てまして、女子はあのアルシオンっていう団体から出てますね。 CMLL ジャパン始まった当初97年の頃は全日本女子プロレスさんの方の協力で女子はやってたんですけども、このあたりになるとロッシー小川さんがアルシオンを旗揚げされて、そのアルシオンの方の選手に出てもらっていました。アパッチェ姉妹とかですね、メキシコのルチャドーラもいましたんで、
CML ジャパンには合うかなと思ってですね、まあめっちゃスタイルですね。女子の方も試合を各地で組んでいた記憶がありますね。日本人選手はですね、ミステルカカオとスペルカカオの沢選手ですね、あとエニグマっていう選手ですね、これもあの某有名な日本人選手です。あの現在も試合されてます。あとリギラ選手、こちらのメキシコの方で修行された選手で日本に帰ってこられたので出ていただいてましたね。まあ、あの軽量級だったのでビールス、フガスですね、まあ、そのあたりとの試合が多かったと記憶してますね。であとまあ裏話的なこと一つ言いますと、このシリーズもあったんですけど、97年の旗揚げシリーズからもあったんですけど、選手をたくさん呼ぶ個人的なルート、会社からのプッシュ、日本で紹介したい選手たちですね、まあ、自分がピックアップして呼ぶんですけども、そういうピックアップをしている段階の時に、まあ、関係者ですけどたまにこの選手使うなっていう話が来るんですねあの誰とは言いませんけど、これ何回もありました。はい、理由はね、まあ、それぞれあります。はい、ただ団体には関係ないんです、まあ、個人的な問題、まあ市場ですね、まあ、犯罪歴とかあったりする場合はもちろんもう入国もできないし選手使うこともないんですけども、たまにそういうこれ使わんといてくれっていうか、あと使うなっていう。で、まあ、当時、まあ、自分そんなに業界の中にはどっぷりいないんで、あんまり知らない付き合いもないんで、でおまけに30そこそこでイケイケだったんで、そんなん知るか言って使ってました。はい、このシリーズもいますね。知るか言って使った選手がいますね。はい、まあ今だったら話聞きますよちゃんと。はい、どうしましょうかっていう話しますけど、まあそんな一シリーズ20人近くの選手を呼ぶ、ブッキングとマッチメイクをする、巡業の手配を全部する、ホテルバス全てですね、そういうことを考えている時に一時そういう話は聞いてる暇がなくて、はい、知るかそんなのっていう話、まあ、そういう感じでしたね。はい、まあまあでもシリーズはね、自分の思ってるようにいいシリーズになりましたし、選手たちも頑張ってくれたので、まあ表には出ない話ですけど、たまにそういうことがあったという裏話ですね。はい、でこのスカイハイドスミルシリーズ、松カラスさんが引退されるかなという感じの99年から2000年にかけてファイナルカウントダウンをシリーズを行って、でこの夏もやって花道を作ろうかなと思ってた頃のこのシリーズですね、まあ、ちょうど自分がデビューしたシリーズでもあります。このスカイハイドスミルシリーズのですね、試合など概要欄にまた URL を貼っておきますので、興味のある方はご覧になられてください。まあ、いろいろ先ほど話したようなことをですね、思い出しながら見るとまた面白いんじゃないでしょうか、はい、ということで、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではアスタルエゴ。